を見ていただいてるですね、視聴者さんファースト、最大限努力しまして研究していこうかなと思います。肩書きもですね、少し変えようと思います。はい、どうもこんにちは、ゴキです。今日はですね、字が上手い人がなぜ字が上手いのかということで、話していこうと思います。まずですね、前回の動画で昨年のですね、反省点と、今年のですね、抱負を言わせたのでですね、ぜひこの場で言わせてください。昨年の反省点はですね、少しですね、自分よがりなことがあったこと。どういうことかと言いますとですね、自分で動画を撮りまして、いろいろ編集作業とかもいろいろしまして、完成したのも見ますよね。で、今日中にアップしないといけないっていうことを、自分にこう念頭に置いてまして、で、まだ完成度がですね、少し足りないんですけども、もうちょっと今日は上げないといけないっていうことで、それでちょっとやむなくですね、アップロードしてたということがありました。で、何をですね、気にしてたかと言いますと、昨年はですね、毎日投稿ですね、毎日投稿することに、すごくこだわってたんですね。なので、動画がですね、ある程度完成したらですね、もう早めにアップしようということでアップしてたところがありました。でそれがですね、ちょっと自分よがりなことがあったというところですね。なので、今年の抱負ですね、今年はですね、これをちょっと変えまして、これを見ていただいているですね、視聴者さんファースト、視聴者さんのためにですね、何ができるのかということで、これを見ているですね、視聴者さんは、字が上手くなりたいとかですね、いう方がほとんどだと思いますので、これを見てくださっている方が、どうしたら字が上手くなるのかということに関してですね、最大限努力しまして研究していこうかなと思います。なのでですね、ずっとですね、そういった動画をですね、上げていこうかなと思いますので、ちょっとですね、肩書きもですね、少し変えようと思います。これまではですね、私書道の経験とかも非常に多くて、いろいろ教えたりとかですね、あと作品を売ったりとか書道家の活動とかもしてたんですけども、自分の時間の全てをですね、視聴者さんのためにですね、字が上手くなりたい、視聴者さんのために使いたいということで、美文字研究家ということにですね、ちょっと変えたいなと思います。なのでこれからですね、動画の、量というよりも動画の質ですね、質にこだわって、視聴者さんのためにですね、動画をアップロードしていきたいと思いますので、チャンネル登録がですね、まだの方はですね、ぜひこの機会に、チャンネル登録をお願いします。はい、ということでですね、今日の、テーマに入っていこうと思います。今日のテーマはですね、字が上手い人はなぜ字が上手いのかということですね。で、ちょっと題名がですね、ちょっと分かりにくいなと思うんですけども、字が上手い人ってですね、結構いろいろいますよね。たくさんいます。で、インスタグラムとかですね、いろいろネットとか見てもたくさんいらっしゃるんですけども、それぞれですね、ちょっと見ていくとですね、研究して分かったことがですね、まず一字一字をですね、それぞれ見ていくと、それぞれですね、皆さん上手い方でもですね、やっぱり癖っていうのがたくさんあるんですよね。で、その癖とかよりもですね、うまく見せるコツですね、うまく見せるこう方法ですね、テクニックで、こういうのをですね、ふんだんにこう使っていらっしゃるんですね。で、そのテクニックっていうのがですね、皆さん共通しているので、今日ですね、動画でお伝えする、第一発目ですね、美文字研究家としての、第一発目の動画ですね、ちょっと保存版になるかもしれないんですけども、上手い人はなぜ字が上手いのか、そのですね、使っているテクニックですね、今すぐ真似できるようなテクニック、これをですね、紹介していく動画にしたいなと思います。以前ですね、私過去の動画でこういったことを申し上げました。字というのは、人の外見と同じですよと、はい、人の外見ですね、字っていうのはいろんな人からこう見られるわけで、字を書いたらですね、いろんな人に見られますよね。で、見られてですね、こうやっぱ人と見られるということではですね、人の第一印象ですね、外見とかファッションとか、それと一緒ですよね。で、そういった話をしたんですけども、じゃあですね、人が見て上手いとか下手とか、字が綺麗とかですね、そういったことを見分けるのってですね、やっぱ人と外見と似てるんですけども、人のですね、第一印象、これ何秒で決まるのかっていうことをですね、ちょっと調べてみた結果ですね、メラビアンの法則っていうのがありまして、カリフォルニア大学の、ロサンゼルス校の、メラビアンの人がですね、研究した結果なんですけども、人のですね、第一印象、言語情報がですね、大体 7%、
聴覚ですね、耳からこう聞こえる情報で、これによって第一印象を決める、これがですね大体 38% で、最後にですね、視覚情報ですね、目で見る、その情報っていうのが、第一印象を決めるのが、55% ですね。で、先ほどのちょっと話に戻るとですね、人の第一印象、字というのはですね、この中で言うと、今の3つから言うとですね、視覚情報ですね、目で見てうまいとか下手とか、綺麗とか、そういうことが分かるので、視覚情報に当たるわけですよね。で、人の第一印象の、大体 55% ですね、その視覚情報に当たるんですけども、じゃあ、人が見てですね、綺麗とか、かっこいいとかですね、この人なんかこう人が良さそうとか、そういった第一印象を決めるのって何秒だと思いますかね。で、これはメラビアの法則、ミラビアンさんから言うとですね、大体3秒からですね5秒というふうに言われてます。で、さっきのこう話に戻るとですね、字は第一印象ですね、第一印象、人の第一印象を決めるもの、視覚から見える目の情報 55% ですね、半分以上ですよね。で、それがですね、大体3秒から5秒で決まってしまうんです。で、じゃあですね、手紙とかですね、メモとかもらえますよね。で、人が書いたものをですね、3秒から5秒でですね、1文字1文字で全部いいか悪いかとかをチェックできるかというとですね、それ絶対無理だと思うんですね。じゃあ、3秒から5秒ってですね、どういうふうに決めてるとかというと、なんとなくだと思うんですよね。なんとなく字がうまい、パッと見ててなんとなくこう字がめちゃくちゃうまいとか下手とか、そういうふうに多分なんとなくで決めてると思うんですよ。1文字1文字をきれいに美しく書く、これもですね大切なんですけども、それよりもですね、もっと大事なもの、これがあるんじゃないかと思いますね。で、これですね、何かと言いますと、ちょっと私にですね、ちょっといろいろ調べて分かったことがあります。で、1文字1文字よりもですね大切にしている、で、字が上手い人とかいろんな人と比べてですね、多分これだなと思ったことがありますので、今日ですねそれをお伝えします。最後までですね、これを、ね、動画を見ていただくことで、その明日からすぐに使えるようなですねテクニック、これがですね今日ちょっと分かりますので、必ずですね最後まで見ていただくようにお願いいたします。で、そのテクニックですね、今からですねお伝えしますと、大きく4つのテクニックがございます。はい、ではですね、字が上手い人、なぜ字が上手いのか、そのことについて、分かった、テクニックですね。1つ目のテクニック、これはですね、漢字ありますよね。漢字はひらがなよりも大きく書く。で、少し大きく書くんじゃなくて、結構大きめに書く。これがですね、ポイントですね。で、2つ目ですね。2つ目はですね、行ですね。1行を書いて、その次は、全部ですね、2行目、3行目、4行目。こういうふうにですね、一番最初の文字ありますよね。で、これをですね、ピタッとですね、一番最初の、高さ、これに全部合わせる。ちょっとも狂いなくですね、ぴっちり合わせるようにした方がいいです。これが2番目ですね。はい。で、次、3番目いきます。3番目はですね、時々ですね、全部じゃないんですけども、時々、1つか2つくらいですね、1箇所か2箇所ぐらいを、字を続けてやるんですよね。そうすると、全体からするとですね、そこだけですね、1箇所2箇所だけ字がつながってるんで、全体のリズムがですね、ちょっとそこだけ違うんですよね。なので変化があるので、ちょっとこう目が行きやすいですね。1つか2つっていうのがポイントです。はい。で、最後4番目ですね。4番目はですね、これが一番大事なのかもしれないんですけども、書いた後ですね、全体を見渡したりしますよね。その時にきっちりですね、ちゃんと紙に収まってるかどうか、これバランスですね、バランスがちゃんとよく取れてるかですね、余白に対して、大きすぎないかとか、そういうところですね、紙にきちんと収めて書いている。はい、以上の4つをですね、今から、詳しく解説していきたいと思います。はい、ちょっとですね、こちらをですね、見ていただきたいんですけども、これちょっと私のノートでですね、ちょっと走り書きで書いたんで、そんなにうまく書いてないんですけども、あんまり意識してないとですね、こんな感じになります。こんな感じっていうのはですね、
第1番目ですね、1番目の漢字はひらがなよりも大きく書く、これをですねあんまり守れてないんですよね。でここの来年もよろしく、この辺見てください。全然ですね来年っていうの漢字なんですけども大きく書けてないですよね。でこういう風になるとですね全体がですねうまく、見えないんですよね。これをですねちょっと意識して書くとどうなるかというとですね、ちょっとこっちですね、全然書いてる文字はですね別物のものなんですけども、はい、生きることは素晴らしいですね、自分の好きな、ことを見つけようというふうにですね、ちょっと私はこれ書きましたけども、今度はですね漢字、これですね漢字を、ひらがなよりもですね大きく書くことに、ちょっと集中して書きました。でそうなるとですね、どう見えるかというと、まずこの生きることはこれだけ見てください。これだけ見ていただくとこれがですねドーンときて、で生きることはこれですねこの辺がちっちゃくて来てますよね。なのでリズムができてるんですね。これ大きいですね、大きい小さい小さい小さいできてるんで、すごくですねこう字が、大きいのがあるので小さいのが入るんですよね。で小さいのがあるので大きいのが入る、ひらがながあるので、漢字が生えてくるってことなんですね。でそういう風にこう生きてくるんですよね。はい、ではですね、先ほどの字をまたちょっと別のバージョンで書きました。でこれですね、さっきのですね漢字の大きさですね、これもあんまり守れてないですし、2番目のですね段差、これがですね特に守れてないんですよね。でこれですね、こことここはですね結構合ってるんですけども、ここですね、ここがですね段差が、ここスペースが空いてます。なのでこういうのがあるとですね、ここの次の段差、これがですね狂ってくるんですよね。多分こことですね1番目2番目の行が高さが合ってないはずです。まあ、ちゃんと書くときにですね段差を合わせる、そういうですね方法が一つあるんですけども、これですねスマホですね、スマホを持ってきましたけども、これをですね多分皆さんこう書いてる時とかですねスマホとか手元に持ってますよね。でこういうふうにですね段差を合わせるときにですねこれ使うんですよね。そう、最初書くときもですねこう書いて、2段目はですねここにこう巣がつくように書きます。でそうするとですねここやっぱりスペースが空いてますよね。でここのですね書き方はですねこう3行目、この辺から書くのが本来はいいですね。こういう風に書く、そうするとですね全体ここのラインが合うわけなんですね。はい、こんな感じで段差が合います。段差が合うとですね見た目が良くなるんですよね。はい、なので、漢字はですねひらがなよりも、大きく書くっていうことと段差を合わせるってことですね。はい、ではですねまた、先ほどの言葉をですねちょっと書いてみたんですけども、次3番目ですね、3番目の時々つなげますっていうことですね。うまい人見るとですね全部が全部つなげてないんですけども時々、つなげてるんですよね。で時々つなげるっていうのはですねこういうことですね。この辺はつながってないですよね、一字一字が切り離してます。で素晴らしい、ここですね、ここがつながってます、こことここですね。こういうふうにすると全体のですねリズムがですねここだけ違うんですよね。なのでここにですね結構目がいきます。で、自分の好きなことを見つけようですね、最後この辺ですね、ここをつなげてみました、ここ、はい、で全体の文から言うとですねこことここ2箇所ですね、2箇所をこういうふうにですねこう字をつなげてやる、つなげてやるとですねあこの人字がうまいんだなっていうふうにですねみんなが認識してくれるんですよね。で結構ですねこれ普段から結構私こういうふうにこうつなげる癖とかもあるんですけども、これをですね見た方は結構ですねもう言われますね、あ字がめちゃくちゃうまいですねとか言われるんで、これですねぜひ試してみてください。はい、ではですね最後の4つ目ですね、紙に収めて書くということはどういうことかというとですね、
これ今ですね、全体のこうノートを落としてるんだけども、先ほどのですね文を書いてみようと思います。ここにですね、はい、でですね、この、ノートなんですけども、この中にですね、先ほどの文はですね、全部、4つのポイントですね、4つのポイントを守りながらですね、全部書いてみようと思います。この全体のですね、紙っていうのは、スペースが限られているので、この中でどのくらいの大きさでですね、どのくらいの割合で、書いていくか、で何行で書いていくのかっていうことをですね、全部頭の中に入れてですね、一回書いてみる。で一回ちょっとチャレンジしてみてですね、リハーサルでちょっと一回こう下書きを書いてみましょう。書いてみてですね、それを直して本番で書く、そんな感じがですね、いいんじゃないかなと思います。ではですね、ちょっと書いてみましょう。はい、ではですね、今日は、これで終わりたいと思います。また次回の動画も楽しみにしておいてください。ではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。